ワンピース全巻買ったんですよ。重い。副入試の勉強をした。大学入試は私もう英語一本で書こうと思って。はい、はい、はいはい。Hello there! 始まりましたおちゃちゃんねです。今回はですね、僕のですね、チャンネル生まれ変わるのでその辺のことを話していこうかなと思います。まず最初なんですけど、そうですね、こいつですね、まるでですね、なんか、不登校になるみたいな革命家みたいな話だったんですけど、まああの子がバズる前にですね、買ってたこの帽子ですね。実はですね、ワンピースチャンネルやろうと思ったんですけど、そうです、私ワンピース好きなんで、まあさっきの授業も今日やった2つの授業もワンピースボケがたくさん入ってて、大体ほぼ全ての授業にですね、映像授業ではないですけど生授業では、ワンピースネタが入るんですけども、でやっぱ私のそうやっぱ好きなことをやっていきたいなと思ってワンピースだなと思ったんですけど、ちょっとねあの革命家が出てきてしまったせいでこのキャラ使えなくなっちゃったんで、ちょっとしばらくどうしようかなっていうふうに、悩んでます。実はねそのためにですね、僕昔からワンピースはですね、英語で読んでたんで、それでこう、まあ、ワンピースチャンネルやるんだったらと思って、見ますかね、うお、ワンピース全巻買ったんですよ。重い。はい、いやー、もうこんな風に入ってるんですね。思ってた詰め方と違う。これなんですけど、一応ですね、全て買いました。英語のチャンネルやろうと思ってたんで、そうワンピースに出てくる、英語の表現とかっていうのを紹介するっていうのをやりたかったんですよ。なので英語版のやつもね全部こう買い揃えようと思ってね、これ1から23巻セットなんですよ。24から46のセットですね。で47から70巻のセットはこれですね。こういう感じで見ます、はい、で多分来年に次のセットが出るので、ちょっとこの先は買わずに置いておきます。2020年に、次のセットが出ると思うので、ボックスですね。だからブックスの 4セット全部、買い揃えようかなと思っております。これが1個目ですね。2つ目はですね、まあ多分まあこのですね、ロブ YouTuber 笹谷さんとのですね、チャンネルでも見た人もいると思うんですけど、あともう外しますので、やっぱりコラボする相手にですねちょっと迷惑がかかってしまうということになったんで、本当はねもうちょっとあの1万人、登録者が行くとか、あとは本当歯の矯正が終わる時にやりたかったんですね、外すのはね。今歯の矯正中なので、このなんかねうまくですね口が動かないんですよ。その辺もあのマスクしてると分かんなかったんですけど、そう気にしないで見てください。歯がですね、歯があの口が縦に開かずに横に開いてるとか実はあるんですけど、やっぱりあのコラボする方々はですね、コラボができなかったりとか、コラボしてもですね、そこのなんかもう悪口コメントがいっぱい来ちゃったりするんで、これからちょっといろんな人と本当にコラボしていきますので。ちょっとそういった面もあってですね、やっております。で、例えば、そうそうそう、こんな人たちとね、コラボしたりとかっていうのが、これからありますね。さ、森哲さんのことは、すごい前から知っていて、ありがとうございます。大学入試は、私、もう英語一本で授業を決めて、はいはいはい。で、早稲田と上智、はい、日本国際中学部を。そして、ロム YouTuber の、須田大臣。はい、マイネームズユミ。And I teach American English pronunciation. こんな人が、出てきます。そしてですね、3つ目としては、講師オーディションですね、講師オーディションなんですけども、うわ、見てます、今。どうしようかな、決勝の8人、難しいですね。まあ、5人、6人はまあ確実かなと。7人目、8人目に関しては、まだ、この日枝先生と相談して決めようと思ってるんですけど、難しい。7、8は。6人はもう文句なしですね。なので、まあ、本当に6人に変わるかもしれないし、7人になるかもしれません。その辺はちょっと日枝先生に決めてもらってですね、判断しようかなと思う。その6人に関してはうまいですね、もう完全に。完全にあの、もう出しても何の文句もないと思います。その下になるともう混戦状態になっちゃう。ちょっと今難しい
まあちょっとその詳しくは言えないですけども、その辺の今悩んでます。審査中です。はい、少々お待ちください。来月にはまあその決勝のビデオは出そうと考えています。はい、で大部先生の授業っていうのがですね、始まりますので、その辺のこともですね、楽しみにしてもらえればなと思っています。ソロがですね、まあいろいろな企画は募集しますので、こういうのやってほしいとかですね、ああいう人とコラボしてほしいとかですね、まあいろいろと実現してきましたんで、ちょこちょこ、まあ不可能なのもあるんですけど、いろんな大人の事情でコラボできない人とかっていうのもいるんですけど、なるべく叶えようかなと頑張って動いてはいますのでですね、これからもですね、応援していただければと思いますので、何かしらコメントありましたらですね、Leave comments below コメントしていただければなと思います。ぜひ、これからもですね、応援していただければなと思います。そうですね、マスコットまで絶対登録しねえみたいなですね、コメントいっぱい来てましたからですね、本当に取ったら増えるんでしょうか。これで減っちゃったらやっぱりマスクした方が良かったってなるのかな。そしたらまたマスクしますかね、自分に一人の時。わかりませんが、まあとにかくコラボ動画で、はマスクはつけていきませんので、はい、そういった形になります。はい、ぜひぜひですね、これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回またお会いしましょう。 See you next time。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.